北ノービルは北海道札幌市中央区北4条西1丁目にある高層オフィスビル。地下街で地下鉄札幌駅にも通じ税営共イビル北連ビルが隣接する。1999年から設計が開始された建物は2001年9月に竣工した。北ノービルは老朽化していた北のー海間の代替及び 札幌駅南口の再開発事業の一つとして、日建設計等により1999年2月から設計期間に入り、同年11月より工事が着工、2001年9月に建物が完成した。直筆タイル店の褐色の外壁で覆われた建物は、農業は水と光と土であるという基本コンセプトのもとに設計され、 北海道の農業を表したデザインとなっている。また、町区域全体の景観を形作るため、JA グループの所有していた公開空地を連続させて建設を行ったことなどから、平成13年証明普及賞、北海道支部長表彰を受賞している。建物には主に農協関係組織の北海道本部が入居している。地下駐車場は JA パーキングの名称である。 地下界には旬の野菜や北海道の特産品を販売する店舗、北連グリーンショップが営業している。また、居酒屋等の飲食店も入っている。貸し会議室では、北海道の際の各種専門研修や、北海道経済産業局が主催する研修事業、新エネルギー人材育成研修会のバイオ燃料コース等が開催され、 主に農業や資源に関連した研修を行っている。ビルの建設により、創生街等の一部地区が電波障害地区となり、開拓市通り周辺の一部ビル、住居に対して管理会社がケーブルテレビを提供している。JA グループの建物のため、時期によってはエントランス前に、農政関係のスローガンを載せた横断幕を掲げていることがある。2009年に、 東京大手町の JA ビルが竣工するまでは JA グループ関係で最も高いビルであった。なお、ハスム会に所在する札幌全日空ホテルとして使われている新共済ビルは全国共済農業共同組合連合会北海道本部が所有している。ビルの建築面積は1931.67平方メートルで、 延べ床面積は三万二千五百七十二点二五平方メートルである。S 構造、SRC 構造で建設された建物は、地下二階、地上二十階、棟屋が一階という構造で、屋上まで九十三メートル、ビルの最後部は九十四メートルの高さを誇る。エネルギー負荷の抑制や、省エネルギーを意識して建設されており、特に高断熱サッシや、ロー、 いい、e、ガラスという負荷を抑えた外部建具が使用されているのが特徴である。その他、サッシには自然換気装置や夜間冷却の機能を持つナイトパージと呼ばれるシステム、自然通風の構造等を取り入れており、これらは寒冷地である札幌市の気候を活用したものであるという。地下街は出口23番で札幌駅コンコースへと繋がっており、ここから 札幌市営地下鉄東方線など直接乗車することができる。この連絡通路は J ギャラリーとして隠し展示が行えるスペースとなっており、主に農産物の PR に利用されている。また地下飲食街、グルメストリートも形成されており、同地下飲食街と連結しているパールタウン名店街ともども一般人にとっても穴場的立ち寄りスポットになっている。ビル最高部は 雨を受ける器とそこから溢れ出た水が大地へと弾む様子を描いたデザインになっており、ガラスのピラミッドをモチーフに滝と清流をテーマとしている。建物内のエレベーターホールは自然光による再光を取り入れており、木材を基調としたインテリアで自然の暖かさを全面に打ち出している。ありがとうございます。